イビョンギュさんは、イビョンギュさんすごい思い出ありますか。僕ははい、センター守ってた、はい、で、はい、ここだけの話よ、はい、なんで全力で走ってくれるのかなって、そう見える、まあ、プレーに関してはそう見える時あるかもしれませんね。あれ普通に追ってくれたらツーベースで終わってたのにとか、はい、取れるんじゃないか、常にフェンスを待ってるようなイメージがあるんですよ。ああ、まあそうかだったかもしれませんね。なんかそんな、はい、なんか軽いじゃん走りも、なんかもっとこうやってなんかこうスローに見えてさ、スマートなねプレースタイルでした ね。いいよ。ただね、あのパチンコが大好きだったですね。だからなんかパチンコの時の取り合いは早く走ってたかもしれない。そう。イーベンさんもあのみんなより早くこう日本に来て、うん、あの練習してるよ、いやあのシーズン終わってまだ日本に残ってるよって、え何してんの、パチンコ行くらしいよっていう。